で、救助とか救命っていうのが直後にあります。で、まあ、それが終わってようやく無事だったら避難所に行けますよね。で、避難所に行った人が温かいものを受けることができて、物資で、建物がもし壊れていたら今度建物の話、あとね、家が壊れてたら廃棄物になりますね。廃棄物の処理はどうしましょうか。で、皆さんもし家に住めなくなっちゃったらどうします。仮設住宅とはって聞いたことありますよね。まあ、住宅、仮の住まいをまた行政としては用意しなきゃいけない。で、もっと長期戦になると公営住宅みたいなものがあるとっていうので、長期的にこうやっぱ行政っていうのはいろんなものを先取りで考えて対応しなきゃいけない。なので、まあ、これだけのことをいろいろ考えなきゃいけないですね。水の問題もあるし、道路の問題もあるし。